こんにちはインターンシップ生の野口直津です今回は色違いの出現率が高くなる方法について話したいと思いますその1光るお守りを入手する光るお守りは第5世代ブラックホワイト以降に登場したアイテムで第6世代 XY までは全国図鑑を完成する第7世代サンムーン以降では舞台となる地方の図鑑を完成すると手に入れることができますこの光るお守りがあることにより 通常の3倍の確率で色違いが出現するようになります。つまり第5世代では2731分の1に、第6世代以降では1365分の1になります。さらに効果は重複するので、他の色違いの出現率が高くなる方法と組み合わせることができるのも魅力です。その2、国際負荷をする。国際負荷とは、育てやソードシールドでは預かり屋に、 ポケモンを2体預けて特定の条件を満たすともらうことができる卵から色違いを出す方法です。預ける前に片方の親を海外産のポケモンにすることで卵から生まれるポケモンは光るお守りがない場合は683分の1で光るお守りがある場合は512分の1で色違いを粘ることができます。一番おすすめなのは色違いが欲しいポケモンと海外産メタモンを預けることです。 メタモンはか卵から見つけられるポケモンと一緒に預けると必ず卵を見つけられるので海外産メタモンインターネットを通して手に入れることをお勧めします。その3金銀で片方を色違いの親にして負荷をする第2世代金銀では育て屋に2体のポケモンを預ける際に片方の親を色違いにすると色違いが64分の1の確率で出すことができます。 怒りの湖にいる赤いギャラドスは簡単に手に入れることができるので、そこから他の色違いのポケモンを粘ることができます。赤いギャラドスを第一世代赤、緑、青、ピカチュウに連れて行き、野生のメタモンに変身させてからメタモンを捕まえると、そのメタモンも色違いになることを利用すると、卵が見つけられるポケモン全てを粘ることができます。ただし、当時は孵化速度を上げることができないので、 1> 1体付加するだけでも時間が 3DS かかの,の VC 版でもできるので持っている人は試してみてくださいその4ポケトレポケトレは第4世代ダイヤモンドパールと第6世代 XY で色違いを粘ることができる道具で他の色粘りよりも難易度は高めです揺れる草むらから同じポケモンを見つけ連続で捕まえるか倒していくと 色違いに出会える確率が最大で40連載以降の200分の1と非常に高くなりますただし途中で違うポケモンに遭遇したり揺れる草むら以外で遭遇するとまた1からやり直しです色違いができると草むらが光り色違いがだと分かりやすいのも特徴ですまたうまくいけば連続で色違いを捕まえることができるので腕に自信のある人は粘ることをお勧すすめします いかかがでしたかまだまだ色違いが出やすくなる方法はあるので次回またお話しします。